こんにちは。岐阜県の住宅会社、平屋セレクトの石君です。今回ご紹介する物件は、こちら。月々4万円台で建てる、二人暮らし用の都市型21坪の平屋です。55坪の土地をしっかり活かしてプランニングしています。今回、お引き渡し前のお客様のお家をお借りしての撮影となりますので、プライバシーの保護と防犯上、間取りと金額は非公開とさせていただきますので、ご了承ください。それではルームツアー行ってみましょう。まずは外回りから見ていきたいと思うのですが、今回は北向きの玄関ということで、駐車スペースも北側に設けてあります。55坪という決して大きくないお土地ですが、しっかりと3台並列で止められることができるようになっています。そしてこちらには宅配ボックスが備えてあります。不在でもネットショッピングの荷物を受け取ることができるため、少人数世帯にはかなりありがたいです。奥行きも深くなっており、かなり大きな荷物を受け取ることができます。壁付けをできるタイプなどもありますので、ご自身の生活に合わせてサイズも検討してみてください。続いて外壁を見ていきましょう。外壁は日波さんの 16mm のサイディングを使用しております。こちらのサイディングという材料は、今住宅で一番使われている外壁の種類になります。レンガ調や石目調など、ご自身のお好みの色や種類から選べるのが嬉しいですよね。こちらのお客様は、リーガストーン V のホワイトをベースに、玄関奥のアクセント部分は、グレーウッドのウォルナットを採用されました。シンプルで飽きのこないデザインとなっております。この木目調が白に映えますよね。また雨で汚れを落とすセルフクリーニング機能がついておりますので、雨が降れば降るほど綺麗が長持ちします。続いて玄関ドアのご紹介です。玄関ドアはリクシルさんのジエスタ2という商品を採用しております。お色味はクリエモカという少し濃いめの茶色木目で、ガラスがあり採光が取れるドアとなっております。玄関の明るさは重要で、玄関に窓が取れない場合は中の採光も考えて選んでみてください。それでは早速中に入ってみましょう。こちらの玄関は入って右側にシューズ収納があるのですが、この字型となっており、たくさんの靴を収納することができます。上部の収納は季節物の靴や大切な靴を箱ごと収納したりできます。それではリビングへ進みましょう。LDK の広さは 15.2 畳となっております。南向きのリビングですので、日当たりが非常にいいですよね。東側の壁のアクセントは三月さんのグレーのクロスを採用しております。そして南側のこちらの窓にはシャッターがついていますので、一度下ろしてみたいと思います。シャッターがついていれば、台風の時や旅行の時など、安心して過ごすことができます。続いてキッチンを紹介します。今回のキッチンは、タカラスタンダードさんのキッチンを採用しております。タカラスタンダードさんといえば、ホーローは何といっても、ふんだんに使っているのが特徴です。このキッチンの背面もホーローを使っているのですが、ホーローは傷や汚れにも強く、下地が金属で、このようにマグネットがくっつくので、キッチンペーパーホルダーや調味料入れなど、マグネットのついた小物でしたら、自由にくっつけることができます。ホーローはお掃除が楽で耐久性もあるのですが、こちらのレンジフードの中もホーローが使用されています。こちらのレンジフードは取り外しができるようになっているので、一度外してみたいと思います。このように外すことができるので、シンクでそのまま洗うことができます。キッチンのサイズは標準の2m55cm で、オール電化ですので IH 仕様となっておりまして、手前の2口が IH で、奥の1口がラジエントヒーターとなっております。フラットになっていますので、お手入れも非常に楽に済みます。
そして着線器もついております。こちらは4名様分の食器が入る容量となっていますので、家事の手助けをしてくれる便利アイテムです。お客様からも食洗機がない生活には戻れないという声をいただいておりますので、ぜひ検討してみてください。キッチンの収納を開けてみたいと思います。こちらいかがでしょうか。足元まで収納できるようになっていますので、今回食器棚は設けていないですが、こちらに食器や鍋などたくさん入れることができますので、大きな食器棚はなくてもいいくらいですよね。またこちらの円盤も甲羅になっていますので、醤油の馴染みなどの汚れも一拭きできれいにすることができます。そしてこちらキッチンの背面には可動棚がありますので、パントリーとしても使っていただけると思います。こういった収納があると嬉しいですよね。また収納はこちらだけでなく、キッチンの横にもあるので見てみましょう。開けてみたいと思います。こちらの可動棚は扉がついていますので、あまり人に見られたくないお掃除道具なども収納できるかと思います。続いてリビングに隣接する寝室を見ていきましょう。LDK からダイレクトに続く寝室は無駄な廊下がなく、切り合いならではの効率的な間取りとなっています。ほとんど移動することがなくリビングと行き来できるのが嬉しいですね。続いてこちらのドアを開けてみましょう。ここのクローゼットは両側にハンガーパイプが設けてありますので、たくさんのお洋服などを収納することができます。続いて洗面所を見ていきましょう。こちらが洗面所とお風呂場になります。こちらの洗面台はタカラスタンダードさんのエリシオという商品で、洗面すべてが背面収納となっていますので、開けてみたいと思います。こちらは外側だけではなくて、中にも一つコンセントがついていますので、電動歯ブラシや電気シェーバーなどの充電もこちらで収納しながら行うことができます。続いてお風呂を紹介していきます。今回浴室の扉は引き戸を採用しております。こちらの浴室もタカラスタンダードさんのもので、キッチン同様壁4面が放浪となっているため、お掃除がとても楽々です。そしてお風呂で気になる点といえば、床の汚れではないでしょうか。今回こちらの床はタカラスタンダードさんの人気の商品キープクリーンフロアを採用しております。一言で言えばタイルの床です。汚れが気になったとしてもデッキブラシでゴシゴシ洗っていただくことができます。またタイルなので保温性も良く、シャワーなどで一度お湯をかけていただければ暖かさをキープしてくれて、足元がヒヤッとすることもないです。浴槽の形状はラウンド浴槽になっています。さらにこちらはオプションでアクリルの人造台意識にしてありますので、床や壁と同じように汚れにも強く耐久性も強いのが特徴となっています。そして平屋建ての場合、2階建てと違って洗濯物をどこで干そうという問題があります。浴室暖房はどちらかといえば非常用ですので、他に物干しのスペースが必要となります。もちろん南側の窓には物干し金物を搭載しておりますが、今回はランドリールームも設けてありますので、そちらを見ていきましょう。こちらは 4.3 畳という贅沢な広さのランドリールームです。都市型物件ということで隣地との間隔も決して広いとは言えないので、こちらのランドリールームを設けました。この天井の部分に物干し金物がつく予定ですが、金物はお客様が気に入ったものをつけていただく予定となっています。ある程度自由に設置ができるように天井面の広い範囲に下地を設けてあります。また乾いた洗濯物をすぐに収納できるように、こちらにハンガーパイプも設けてあります。こちらのお部屋には換気扇や除湿器用のコンセントも設けてあります。
また万が一生活される人数が増えた際、洋室として使っていただけるようになっています。そしてお隣にも洋室がありますので見ていきましょう。こちらは6畳の洋室となります。こちらの壁の向こう側が全面道路になっているので、プライバシーを考慮して小さな窓を2つ設けてあります。先ほど紹介した南側の洋室と合わせて LDK の2部屋、そしてランダリールームがこちらのプランとなっております。内装のクラスもたくさんのお色味を使うのではなくて、無地の白からベージュのお色味を採用されているので、シンプルで飽きのこない雰囲気となっております。こちらの洋室にも収納が設けてありますので開けてみましょう。それぞれのお部屋に収納が設けてありますので、お洋服なども十分に収納することができると思います。コンパクトですが非常に使い勝手のいい間取りとなっており、都市型でのコンパクトな平屋に憧れている方は非常に参考にしていただけるのではと思います。最後にお手洗いを紹介します。こちらがお手洗いになります。お手洗いは4面すべてが薄いベージュのクラスを採用しているので、少し温かみのある雰囲気が出ていると思います。それではリビングに戻っていきましょう。冒頭でお話しさせていただきました月々4万円台で建てられる秘密として、実はこちらのお家、屋根の上に太陽光が搭載されています。こちらのモニターは太陽光の発電状況をリアルタイムで確認できるものです。今はお引き渡し前なので繋がっていないんですが、だいたい 5.7kW で月々1万円前後発電してくれます。ですので、例えばローンが月々5万円台の方でも、毎月の太陽光発電の売電収入を差し引くと月々4万円台で、家賃のお支払いと同じような金額でマイホームを持つことができます。生活にもゆとりが生まれるので嬉しいですよね。いかがでしょうか。都市で平屋を持つことに憧れていても、なかなか叶えられないなと感じている方にぜひ検討していただけたらと思います。本日のルームツアーは以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。今後もたくさんの動画を載せていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また高評価低評価どちらでも構いませんので、ご評価いただけますと嬉しいです。概要欄にホームページのリンクを載せておりますので、お気軽にお問い合わせください。次回の動画もお楽しみに。またキッチンの収納を開けてみたいと思います。上質だよ、ちょっと順番が違う。